はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ユニクロ限定の VS ビークルライト、トリガーマシンフラッシュとプリズムダイヤルファイターです。はい、5月25日金曜日からルパンレンジャー VS パトレンジャーとユニクロのコラボアイテムが発売されて、絵柄は全3種類で全てキッズサイズですが、この990円の T シャツを買うとおもちゃがついてきて、しかもどちらもこれまで見たことないような配色の完全オリジナルアイテムですよね。 VS ビークルライトシリーズは普通に買うと1個350円とかですから、そうすると T シャツが1枚650円相当で相変わらずお買い得。とりあえず僕は2種類を買って、パトレン推しの僕はこれと、あとルパレンのやつは買わなくって、ルパレンパトレンのレッドが両方乗ってるやつの2バージョンを買いました。このパトレン柄めっちゃ良くない？圭一郎、つかさ、サクヤが乗ってて、3人とも武器構え状態で、裏側は無地かな？裏側無地だね。で、ここにルパンレンジャー、パトレンジャーの解説があって、さらにこの赤い T シャツが、パトレン1号とルパンレッドのライバル同士の絵柄で、さらに後ろはこれも無地かな。で、ここのタグとかは同じですね。あともう一個ルパレンバージョンがありましたが、とりあえず僕的にはパトレンバージョンのこれが一番おすすめかな。ではおもちゃも確認しましょう。まずこっちがトリガーマシンフラッシュで、めっちゃクリアパーツ綺麗。クリアホワイトにクリアブルー、メタリックレッドでタイヤがクリアイエロー。裏側に認識ピンがありますから、VS チェンジャーのデラックス版アイテムと、組み合わせることで音声が鳴るんだけれども、毎回割と共通音声じゃなくて限定サウンドが鳴ることが多いですから、今回もそういう感じなのかな。ちなみにテレビくん限定のクリアバージョンと比べても全然配色違いますね。さすがはフラッシュで、シールもいくつかついてて、この5枚のシールをフロントガラスとライトに貼ると、このままでもいい気がするけどね。今回は珍しい場所にシールを貼る形で、ここのコックピット部分と両サイドの前面パーツに貼る形で、はい、これでシールを貼り終えました。シールを貼った瞬間にだいぶイメージ変わりましたね。これでフラッシュバージョンの完成で、今一度ぐるっと見回すとこうで、上側、下側、正面、シールはこことここと1、2、3、4、5枚ですね。で、通常のトリガーマシン1号のライト版と比べると、もはや完全なる別物ですね。通常の赤の成型色からメタリックになってますから、いろいろ豪華。じゃあさらに音声も鳴らしてみましょう。デラックス VS チェンジャーにセット。フラッシュ！おぉ、すげえ！聞いた？フラッシュだって。やっぱ毎回音声変えてくるね。共通音じゃないのがすごいな。フラッシュで、パトライズ、パトライズで待機音が変わりますから、警察ブースト、警察ブーストでトリガー、専用音声来た、ピカー、これ専用音声で、召喚。位置について、よーい。パスパス。シズドーン。エンジンクビー。なんて言った？一斉フビーに聞こえましたが、ここでも専用の4文字熟語的なサウンドが鳴ってってる感じかな。あ、でも説明書にはセリフ書いてないね。でも一斉フービーって聞こえた。もう一回。フー B ですね。すごいな。セットした瞬間もフラッシュですもんね。
いい。パトレン推しの僕としては、いろんなバージョンの VS ビークルライトが増えるのはかなり嬉しい展開ですね。じゃあ次はこっちのダイヤルファイターじゃなくてプリズムダイヤルファイターも見ましょう。ダイヤルファイターもね、ペイントバージョンとかいろんなものが出ておりますが、前にテレビくん限定で、おお、めっちゃクリアパーツ、こういう赤いクリアパーツのものがありましたが、今回はグレーのクリアパーツかなにプリズムみたいなこの光があって、でダイヤル部分が真っ赤だ。でここのコックピット部分に塗装が入ってて赤い認識ピンがありますね。確かにプリズムダイヤルファイターだ。プリズム的な輝きを感じますね。いろんな角度から見るとこうで、ここのダイヤルのカチカチの感触はいつもと変わらなくて、でもこっちシールが入ってないかな、そもそも。あ、シールないね。ユニクロの公式を見てもシールが貼ってる感じがありませんから、これでもう完成なんだ。へえ、いいね。一応クリアパーツのレッドダイヤルファイターと比べるとこうで、標準のレッドダイヤルファイターと比べるとコックピット周辺の色味が全然違いますし、もともとあった怪盗 V マークなんかもなくなって、両翼にプリズムマークで、で、ピン配列も違うからさ、プリズムとか言ってくれるんじゃないですか？じゃあ行きましょう。VS チェンジャーにセット。プリズム。おー、プリズム。ちょっとガイアメモリっぽさ来たけど、違うね。プリズムで、ここを押して、2、6、3! で、ルパンレンジャーで待機音が鳴りますから、怪盗ブースト、怪盗ブーストで、キラーン！これがプリズムサウンド？もう一回トリガーを押すと。おー、なんかプリキュアアイテムみたいなサウンド。正解！みたいな。よくできたね。そんな感じじゃない？すごいすごい！で、さらにこれで召喚すれば。ゲットセット、レディーからの。すげえ、プリズムキラーン、もう一回。怪盗ブーストゲッセンレディー飛べ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 ゴー、という感じで今回も両方ともそれぞれ専用音声が鳴りました。毎回認識ピンを細かく変えてきて、オリジナルサウンドになるのめっちゃいいですよね。VS チェンジャー収録音声多いな。レバー回転の向きは逆でも反応しますから、プリズムからこちら側にしても、怪盗ブーストで、個別サウンドを鳴らすことも OK ですね。どちら側でもしっかり反応します。はい、ということでユニクロ限定の VS ビークルライトシリーズを紹介しました。とりあえずいつも通りかなり量はありそうでしたから、そこまで慌てなくてももらえるとは思いますけど、 T シャツのねサイズが100とか110、120度ね、いろいろ細かく分かれておりますので、お子さんに合ったサイズが欲しい人は早めに行った方がいいかもしれませんね。一応概要欄にリンクは貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、ユニクロ限定の VS ビークルライト、トリガーマシンフラッシュとプリズムダイヤルファイターの紹介でした。